令和3年3月10日、阿蘇市立阿蘇小学校で、阿蘇市内の小中学校で4月から本格的に始まる1人1台のタブレット端末を用いた授業のために、タブレット端末の貸与式が行われました。貸与式は各教室と校長室をリモートでつないで行われ、まず中野校長からタブレット端末を大事に使って楽しく勉強してくださいと挨拶があり、児童代表から宣誓書が読み上げられました。貸与してもらったタブレットは卒業するまで大切に使います。続いて各クラスの代表児童にタブレット端末が手渡されました。そして各教室では先生から注意事項などが説明され、自分専用のタブレット端末に名前を記入しました。そして早速画像などを検索していました。3月11日、阿蘇市立一宮小学校の5年生の教室ではタブレット端末を活用した外国語の授業が行われました。テーマは自分にとってのヒーローを英語で発表すること。そのための資料をタブレット端末を使って画像を集めたり、専用アプリで作成していきます。 My hero is Elizabeth Rockwell. She is a doctor. She is good at studying. She is active and kind. She can classic people.タブレット端末を利用することで、一人一人に対するきめ細やかな指導や論理的な思考を養うプログラミング教育にも役立つことが期待されています。ますます情報化が進む中で、子どもたちが将来社会を生き抜く力を育むための未来の教育が始まっています。